新名富士は日本の競争馬である。主な勝倉は新潟2歳ステークス、関東オークス。馬名の由来は冠名父名の一部より、2009年7月5日、阪神の芝戦200メートルの2歳新馬戦で、竹豊とのコンビでデビューし、1.6倍の一番人気に応えてデビュー戦初勝利を挙げた。続く8月8日のダリア賞でも一番人気の指示を、 エッタが、先に抜け出した、プリンセスメモリーに先着を許した。3戦目の9月6日の新潟2歳ステークスが、重賞初挑戦となり、最後肩追走から上がり3回32秒9の末、足を見せて、岩田光成との新たなコンビで重賞初勝利を、飾った。これで、岩田光成は、騎手として、同レース史上3人目の連覇となった。12月13日、 阪神の第61回阪神ジュベナイルフィリーズでは3.9倍の単勝1番人気と支持されたが、道中広報待機から伸びきれず5着となった。2010年の指導戦は3月20日のフラワーカップ。ースタートを決め花に立ち、道中も先頭でレースを進めた。直線に入って一旦突き放すも3番人気の王権桜に並ばれると後退し5着。 4月11日、阪神の第70回大歌唱では再び後方追走になり6着。5月23日、東京の第71回優秀品場では11着となり初の2桁着順に敗れた。6月16日、川崎で行われた第46回、関東オークスでは内田博之が手綱を取り初ダートとなったが、一番人気に支持され、 課題のスタートも5分に出て、後位位相から抜け出し2着に0.3秒差、突き放して解消した。しかし6月30日、右第一子骨剥離骨折を発症していることが判明した。7ヶ月半ぶりの実戦復帰となった2011年2月2日の第14回 TC 形状を逆付きでは、内枠を折りして、花に立ち先頭でレースを進めたが直線で後退し5着に、 敗れた。続く3月20日の第59回中京記念では先段から追走して4着。続く4月23日の第8回福島ヒンバステークスでは後方待機から伸びきれず9着となった。休養を挟み、JBC レディスクラシックに登録するも除外され11月13日の第36回エリザベス女王杯に出走、強気に先手を奪うと、 二番手追走のホエールキャプチャイカを引き離して大逃げを打ったが直線で一敗になり7着。12月18日の第49回愛知杯では2012年の指導戦は2月11日のアルデバランステークス。よどみない流れでレースを引っ張ったが直線で後退し9着。続く3月4日の第48回中日新聞杯では先段追走も 直線で一杯になり十着に敗れた。3月9日付で競争馬登録を抹消。北海道新日高町の K.I. ファームで繁殖品馬となる。2012年3月28日に初子の品馬が誕生した。優秀品馬はアパパネとサンテミリオンが一着同着。ありがとうございます。